we can live to be tainted. Make it feel like a big sun. So pass my what's in any second mode. Break up head to the striking pose. We said it all talk to you in the show. これより開幕セレモニーを行います。日本海オセアンリーグ CEO 黒田翔一よりご挨拶申し上げます。よろしくお願いします。皆様こんにちは。大変お待たせしております。また朝早くから今日球場、この彦根球場までお越しいただく皆様、本日は誠にありがとうございます。まず本日のこの開幕戦、このような天候に恵まれて開催できることを心から嬉しく思っております。私、ご紹介が遅くなってすいません。日本海オセアンリーグの、代表であり CEO の黒田翔一と申します。改めましてよろしくお願いいたします。ありがとうございます。昨年までこのシガゴブラックスはオセアンシガブラックスとして、ルートイン BC リーグという独立リーグのリーグに所属しておりました。昨年はさまざまな取り組みや組織の形態やいろんなことを変更して、私自身が社長として1年間取り組みまして、BC リーグ全体で準優勝という記録でありました。またこの滋賀県で、つい先日選抜高校野球、すぐ後ろにある近江高校が、選抜準優勝という記録になりましたね。これも非常に嬉しい思い出になりました。そしてこの開幕戦、滋賀県ここ彦根球場で開催できたことを改めて嬉しく思います。今日はですね、本当に私自身が1年間ずっと独立リーグでやってきて、もっともっといろんな方にこのリーグを知っていただきたい、いろんなイベントをしてもっと人を盛り上げたい、こういう強い気持ちがありまして、レベル、野球のレベルもすごく高いので、もちろん選手は NPB を目指してもっともっと違うステージに行ってもらいたい、そういったことも含めて僕自身が全部改革をしようと思いまして、新生福井球団、石川球団、富山球団の4球団で新しい野球を作っていこうということでこのリーグを立ち上げました。本当にですね、本日のような天候に恵まれたことでこのリーグがどん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 前に進むことを後押ししてくれたのかと思いまして、私の気持ちがですね、非常に溢れてくる思いもあるんですが、今日さまざまなゲストもいらっしゃってますので、チアの皆さんも元気よく踊ってほしいなと思います。それでは滋賀県開催でございます。いろんなゲストが来てます。県知事も来ております。
皆様はですね、今日一日素晴らしい天気の中、そしてこの満開の桜の中、新しい野球を見ていっていただきたらなと思っております。本日は楽しんでいてください。そして1年間応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。Welcome to SEGAすっげえ。チアまでなんか迎えてくれた感じがするし、ね、下のスタンバイのチアの方まで拍手いただきましたけども、どうも皆さん、おなじみの方は毎度、初めての方は初めまして、どうもスタジアム MC の宮部咲也です。よろしくお願いします。同じくスタジアム MC の加賀彩です。今シーズンもお世話になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いっぱいいっぱい来てくださってありがとうございます。じゃあ、いつもの最初やってみていいですか。ああ、スタジオに集まれる皆様になってますか。はい、おっしゃ。ちょっと今、コーチだったからさ、はい、心の準備してさ、はい、もう一発かましてもらいましょうか。皆さん、今日は一緒に盛り上がってくれますか。いいね。さあ、さあ、いよいよ開幕でございますよ。はいはいはい。しかも今日はこの後も怒涛の、いや、ほんまに詰まってんのよ。まあ、ある程度皆さんご存知かと思いますけど、イベントパフォーマンスでスペシャルゲストがね、で、熱い試合が始まると、せやねん。で、我々も一生懸命盛り上げていきますので、はいはい、せっかく土曜日、球場来たやったら野球楽しんで帰ろうぜ。よろしくお願いします。おぉ、拍手って言われる、拍手くれる、ありがとう、あったかいね。我々も生のライブ出てますので、ね、あー、すいませんね。チアパフォーマンスでお楽しみいただけたらなと思います。はい、ただですね、注意事項は1点だけございます。何でしょう。ここで言いますけれども、この時間に限りましては、保護者証をお持ちの方のみ写真撮影ができます。それ以外の方は写真撮影お控えくださいますよう、どうぞよろしくお願いします。お願いします。保護者なんてなんとなく分かってくださると思うので、はいはい、ぜひその辺も守ってしっかり楽しんでいこうぜということでございます。はい、よろしくお願いいたします。
します。滋賀学園レイカーズは5回の裏にももう一度登場してもらいます。ありがとうございました。ベンチ前に整列をお願いします。これより三日月泰造滋賀県知事よりご挨拶いただきます。よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。ようこそ、ここのオセアン BC スタジアム彦根県立野球場にお越しくださいました。桜満開でお迎えすることができて嬉しく思います。また福井からネクサスエレファンツの皆さん、ようこそお越しくださいました。心から歓迎したいと思います。今彦根は盛り上がっていまして、野球でもちろん滋賀ゴーブラックスの開幕を迎えるということもありますが、ご案内の通り彦根を拠点とする近江高校が甲子園で準優勝ということでありました。また滋賀ゴーブラックスのキャプテン長谷川選手の母校でありますので、ぜひ皆さん滋賀ゴーブラックスみんなで応援しましょう。よろしくお願いします。また滋賀ゴーブラックスの皆さんは3年前から滋賀のスポーツ大使として子どもたちに野球を教えていただいたり、地域を盛り上げるためにも頑張っていただいております。ここ彦根を主会場として2025年に国民スポーツ大会、障害者スポーツ大会を開催させていただきますので、スポーツで野球で人生を豊かにして、また町を元気にする取り組みを皆さんと一緒に進めていきたいと思います。どうか今日の試合も楽しんでください。そして日本海オセアンリーグ滋賀ゴーブラックス、みんなで応援していきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。そして三日月知事から日本海オセアンリーグ黒田翔一 CEO、 そして滋賀ゴーブラックス柳川洋平監督に花束の贈呈です。よろしくお願いします。期待しています。頑張ってください。今年は優勝を目指す。頑張ってください。それでは記念撮影を行います。準備の方よろしくお願いします。これより国歌斉唱を行います。スタンドの皆様ご起立ください。Thank you.
スタンドの皆様、ご着席ください。坂本、ファースト吉村、セカンド松浦、サード上下、ショート浜、レフト坂口、センター熊谷、ライト竹林。
金の糸のようにいいですね、心から高く心まで大きな体力を作りましょう。レッツゴー、レッツゴー、APE! レッツゴー、レッツゴー、APE! レッツゴー、初球ストライク。さあ、これでカウントはノーボール、ワンストライク。注目の2球目。これも入ったストライク。さあ、エリー選手追い込まれました。2ストライク。さあ、そして秋吉投手の3球目。絶対行きたいなと思いましたし、あ、もう今日も球見て半端ないなと思いましたありがとうございます、まあ、結果的に三振という形でしたけれども、秋吉投手なかなかねいい球投げてたと思うんですけど、エリーさんどうでしたか、秋吉投手の球は。いや、本当にこんな経験なくて、本当にもう一緒にこうやって野球僕も大好きなんですけども、こうやって間近で球を見れて嬉しかったですし、今日滋賀にこうしてこの開幕戦来てちょっとでも盛り上げられるようにと思ってきたんで、皆さんにお会いできて嬉しいです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。では秋吉投手にも伺いたいんですけれども、ありがとうございます。今回の対決聞いた時はどう思いました？そうですね、自分も小さい時からエグザイルを聞いていて3年のエグザイルを聞いていて、日本ハム時代で東京ドームでラダダを使ってました。はい、それぐらいのファンでして、話を聞いたまま、話を待つときは、即決でした。ぜひお願いします。ぜひですよね。で、なかなか。なんで最初、スライダー投げたんですか？やっぱり、ね、それがガチ勝負なんで。ということは、秋吉投手もなかなか本気だったということですか？そうですね。自分はスライダーやっぱ持ち味なんで、もうスライダーで空振り取ったろうと。思って投げました。エリーさんのスイングはどうでした？いや、もうやっぱ当たったらホームラン絶対行くなと思ったんで、結構テレビで見てたんで野球がもう上手いっていうのも、なのでもう本当にガチで真剣勝負で生かしてもらいました。ありがとうございます。素晴らしい対決でした。そしてエリーさんにですね、ここでちょっとだけお願いがあるんですけれども、今日 NOL の選手名鑑が発売になるんです。でもしよければちょっと何冊かエリーさんのサインいただけないかなと思って、ちょっとダメ元で聞いてみるんですけど、どうでしょうか？はい、もうもちろんです。書きます。あと10枚、10枚書きます。10枚、はい、10枚書いて、ぜひ皆さん10枚いただきました、はい、そして選手メーカーって全チームの書いてるんですよね。選手が載ってます、はい、もうぜひそれ見て皆さん好きな選手応援してください。お願いします。ありがとうございます。ではグッズ売り場の方にそちら並べさせていただいて、もし買った方1000円で売ってます。ラッキーな方はエリーさんのサイン入りして選手名鑑が当たるという形にしたいと思いますので、ぜひ皆さんグッズ売り場の方でご購入よろしくお願いします。ということで、じゃあ最後にファンの皆さんにエリーさんからメッセージをお願いします。はい、本当にこうやって僕野球本当大好きなんですけども、こうやってこの場に入れて嬉しく思いますし、何より秋吉選手の球をこうやって間近で見れて本当に嬉しかったです。
今あのライブとかも今3代目そしてソロもまだやってないんですけども、これからあの全国回っていきたいなと思ってるんで、その時もまたぜひ応援よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。3代目ジューソルブラザーズフロムエグザイルトライブのエリーさん、そして福井ネクサスエレファンツの秋吉投手に今一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。吉村、セカンド松浦、サード上下、ショート浜、レフト坂口、センター熊谷、ライト竹林。
1回表滋賀コブラックスの攻撃は1番セカンド大崎大輝背番号13。向かうべき場所は一つ。
リーグ初代王者の座、熱く強くゴーブラックス。は1番セカンド松浦、背番号2。2番センター熊谷、背番号51。3番レフト坂口、背番号3。
試合中は打球の行方に十分ご注意ください。ファウルボールでの怪我やお車、持ち物の破損などは責任は負いかねます。お願いします。2回の表、滋賀ゴーブロックス攻撃は4番レフト秋より背番号3。
1番セカンド大崎大輝、背番号13。4番ファースト吉村、背番号1。5番ショート浜、背番号37。4回の表滋賀コアブラックスの攻撃は5番キャッチャー長谷川勝則、背番号27。
者、板橋健太、背番号7。4回の裏、福井レクサスエレファンツの攻撃は4番ファースト吉村、背番号1。5番ショート浜、背番号37。6番サード上下、背番号5。
切りにご注意ください。竹林、背番号45。
1番セカンド松浦、背番号2。日本海5回の表滋賀ゴーブラックスの攻撃は9番センター鈴村弓、背番号66。ナイスバッティング。1番セカンド大崎大輝、背番号13。
ファールボールにご注意ください。攻撃は2番センター熊谷、背番号51。3番レフト坂口、背番号3。4番ファースト吉村、背番号1。5番ショート浜、背番号37。さあバッターは浜。女の子に、うん、めっちゃ汚い人いるって言われた。中身めっちゃ真面目なんで、どうされました。
撮影できるのは保護者証をお持ちの方のみとなりますので、そこだけどうぞご了承ください。勝手に撮ったらダメですよ。まあそれはもう大人なんで分かってください。おい、よろしくお願いします。さあ、それではこれからは滋賀学園レイカーズの皆さんとチアパフォーマンスで盛り上がっていただきましょう。大きな拍手でお迎えください。どうぞ。お願いします。
激殺エレファンツピッチャーの交代をお知らせいたします。ピッチャー大内に代わりまして寺内、ピッチャーは寺内、背番号11。
八番板橋に代わりまして中岡康平、バッターは中岡康平、背番号51。
1番セカンド大崎大輝背番号13フィッシャーの交代をお知らせいたします。フィッシャー寺内に代わりまして青田、フィッシャーは青田、背番号21。
3番ライト山本武信、背番号2。6番サード上下、背番号5。
指名打者トチキ背番号9。28。9番ライト竹林背番号45。Thank you.
注意ください。1番セカンド松浦、背番号2。51。背番号3。
1番セカンド松浦背番号2。Thank you.
松田がそのまま入りレフト、4番レフト松田博正背番号23。7回の裏、福井ネクタチャレハンスの攻撃は2番センター熊谷背番号51。
番に変わりまして荒川翔太、ピッチャーは荒川翔太、背番号17。吉村、背番号1。5番、ショート、浜、背番号37。7番、指名打者トッチ、背番号9。
坂本、背番号28。
滋賀ゴーブラックス対福井レクサスエレガンス戦は8対4、8対4で
滋賀ゴーブラックスが勝利しました。勝利投手菅原、敗戦投手寺内、ホームランは滋賀ゴーブラックス大崎第1号でございました。引き続きヒーローインタビューを行います。今しばらくお待ちください。打席に入る前に柳川さんに
お前で決めてこい的なことを言われたんで、思い切って行きました。さあ、そして見事逆転満塁ホームラン、あの打席、あの打球の感触などを振り返ってみていかがですか？あんまり集中してて覚えてないんですけど、内側のまっすぐをいい感じに反応できたかなと思います。ベンチに帰るとチームメイトが大きな声援で迎えていました。その時の気持ちはどうでしたか？チャンスを潰した打席もあったので、それであの場面でチームのためになるような、ホームランを打ててすごく嬉しいです。これで開幕戦勝利となったんですが、今シーズンから新加入ということで、どんな思いでシーズン臨んでるんでしょうか？何としても優勝して、滋賀県を盛り上げるために、頑張っています、はい。今日は滋賀のファンの皆さんの前で初お披露目でしたが、滋賀の皆さんの応援どうでしたか？いや、もう最高でした。ありがとうございます。では最後に、自己紹介も兼ねまして、滋賀の皆さんにメッセージ、今シーズンの意気込みお願いします。三重県出身の、大崎大輝です。これからもっと勝って勝ちまくって、NOL 初代チャンピオンになれるように頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。大崎選手でした。ありがとうございました。今日のヒーロー大崎選手でした。そして大崎選手にはですね、リーグ第1号、しかもグランドスラムということで、リーグよりなんと賞金10万円が贈られます。よかったね。そりゃあのホームランは値千金、値万金でしょ、あれは。さあ、というわけで滋賀ゴーブラックスランド開幕を見事勝利で飾りました。ほっとしました。しかしまだこの後も野球続きますよと、負けられないね。はい、第2試合、石川ミリオンスターズ対富山 GRN サンダーバード戦はこの後16時10分頃よりプレイボールの予定でございます。はいはい、試合開始まで今しばらくお待ちください。お待ちください。そして日本海オセアンリーグ次回の滋賀県開催は4月20日、水曜日、森山市民球場で滋賀ゴーブラックス対富山 GRN サンダーバース戦が行われます。はい、富山 GRN サンダーバースといえば昨年も首位を争った宿敵ですから、今年も A チームらしいですな。いやいや、どうなるのか、ぜひ森山市民球場に4月20日お集まりいただけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後にちょっと声聞いといてもいい？はい。4月20日森山市民球場に来てくれる人拍手。あれ、もう一度いきましょう。4月20日、そして今年も滋賀ゴーブラックスを応援するぞっていう方、拍手。おっしゃー、ありがとうございます。というわけで以上、スタジアム MC の宮部咲也と小川彩でした。